ボクシングやってみようか。なにこれ。はなちゃんなんですよ。どうやって投げるのこれ。あ、ダメ。ボディボディボディ。あ、これまだダメ。はなちゃんの顔。これどうやるのこれ。あ、やばい、死にしない。そうだ、こいつ。あ、蹴りなのこれ。上東見てよ。上東やねん。今思った、悪い字の背高いんだ。あ、強っ。蹴りやってくんじゃねえか。蹴りやってダメだろこいつ。意外と見れるな。福田聖夏、ロハン先生の発表が決まった。あー強い。あ、またハナちゃん。これ繰り返したのかなと。まあ、どうしよう。すげーかわいいハンさん。いいな、穴取ってる石を蹴ろうか。新しい場所来た。こういう時にさ、4匹いる中に性格分かれるよね。ダメだ。また何もってくる。神経質になるタイプとさ、気にせず飯食うタイプと寝床に入って寝るタイプとさ、うん、探検しまくるタイプよね。何やってるこれ。え、なんかボクシング。あれ、こいつだったら足いっぱいあるじゃん。面白いこれ。目取れないんだこれ。今思ったけど、何でもこれな。ボディ、どうやったっけ。ボディ痛い。あ、やばい、死んだ。急にむずくなったこれ。あ、死んだ。これだよ。あ、もうだるい。疲れちゃった、これ。もういいよ。これ、それまたルイージだろ。悪いじだろ。パンチ、パンチ、パンチ。パンチだけで勝つ。
ゲイ。ルイージの方、確かにこの悪い字で、あ、なるほど、これ意味あるやつだ、これ蹴りはなしだろ、あの悪い字これ、腹立つやつだ、こいつ。この構えからし、蹴りやるのかなと思った。本当にやってきやがった。これでいいや、膝振り。誰これ。